こんにちは、糸仕事です。今日は12月23日クリスマスイブイブです。今日はね、朝からちょっとお出かけというかお買い物に行って、保育園の送りを夫がやってくれたので、昨日足りなくなったキルト麺をね、まぶちさんに朝から買いに行きました。で、無事最後の1個になってたコットンキルト麺をゲットして、そしてお店に行って編み物教室やって、お客様、お買い物の方を迎えして、保育園のお迎え行って今帰ってきたっていう、そんな感じのいろいろはかどった一日でした。銀行行ったりもしたな。はい。でね、お店では、今日はそのキルトの続きをやっておりました。ちょっとそのコットンキルト麺の余りを使って、足踏みミシンでちゃんとキルティングができるかどうかを試し縫いをしてみて、少しステッチの長さを長めにしてやると可愛いかなと思ったんで、はい、直線でキルティング全然余裕でした。で、今裏地とキルト面とこのキルトトップをサンドイッチにして、安全ピンで3枚一緒に留めました。本当はパッチワーク用のスプレーのりを使おうと思ってたんですけど、家に忘れてきたので今回はピンでやります。今回はね、シンプルに直線のラインを斜めに入れようって思っていたので、まっすぐね縫うだけだったら全然こうシワが寄ったりもせずに綺麗に縫えました。テンションもいい感じで。本当はこのミシンはなんかダーニングモードみたいなのがあって、そのなんて言うんだろうな、布送りをする、送り場下のこう一目縫うごとにこう動く布を送る刃のところを完全に下げれるんですね。なのでそうするとこう自由に布が動かせるようになるので、フリーモーションキルトのこう自由に線を描くようなことも本来はできるんですけど、ちょっとなんかミシン押さえ針のところについているこうフットのところ、あれがなんかネジが硬すぎて外れなくなってて、押さえもね、ちょっとそのフリーモーションキルト用のに変えないとそれはうまくできないので、ちょっと今回はいろいろ面倒なことをせずに、とりあえず直線で縫うことにしました。今日なんと全部ね、キルティングの部分は無事終わりました。あんまり細かくやらないようにしたので、そんなに大変じゃなくて結構楽しかったです。はい。あとはですね、周りに、バイアステープというか、まあ、バインディングをつけるんですけど、前に縫ったキルトの余りのバイアステープが結構あると思ってたらちょっと足りなくて、そのテープもまた別途切り出して作んなきゃいけないので、ちょっと今日はそこで時間切れで終わってしまいました。明日午前中ね、またお店で作業がと教室があるので、その時に最後の仕上げをしたいなと思っています。はい。ちょっとチラチラ見てるの息子がね結構最近膝で立ってちょっとなんていうの、捕まり立ちじゃないですけど、少し高いところにあるものをこう引っ張って遊んだりしてるんで、ちょっとチラッチラッと見ながら目があったりしながらやってます。はい。今日のセーターはなんだっけ、メロディーホフマン B マンダリンズのフォレジャーだったかな、フォレジャーというセーターです。とっても軽いふわふわのセーターです。モヘアの糸とヌーティデンっていうアンスパンヤン、だから紡績のよりをかけてない、ただのこう羊毛をちょっと伸ばしたような太い糸、
それを使って編みました。結構色がね、かぼちゃみたいで美味しそうですごく気に入ってるんですけど、ちょっとまたね、家の照明がなぜか暗くなるっていう不具合ですごい見えづらいかもしれないんですけど、はい、気に入っています。前後差がついてて、ここが2つにちょっと分かれてます。今朝ちょっと間違って前後逆に着てたんですけど、ここの長さが違うのと、前もちゃんと下がって、前後差ついてるので、着やすい形になっています。はい、これも編み終わった時のご紹介の動画があるので、リンクを貼っておきたいと思います。そんな感じでしょうかね。ブログマスもあと残りわずかとなりました。全然毎日できなかったんですけど、お付き合いいただいてありがとうございました。ブログマスでやってたプロジェクトも全然終わってないのでね、キルトはまあ終わるとして、糸紡ぎなんてまだ4日目の分を紡いでるところなので、まだまだあるので、ここに実はこう毎日一応アドベントを開けてはいるんですけど。ちょっとカメラのないところでね、開けたりしてますが、これも今後も、ああ、ダメダメ、それは。今後も続けていくので、また普段の動画でもご紹介できればなと思います。ちょっと息子が足元まで進出してきたので、はい、今日はここまでにしたいと思います。今日も見てくださってありがとうございました。また明日お会いしましょう。バイバーイ。ちょっとちょっと。ちょっとちょっと。